はい、こんにちは、誠です。はい、こんにちは、大です。今日もですね、20代のキャリアアップや起業に向けてのキャリカレチャンネルやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日のお題お願いします。自分はすごく人見知りなんですが、初対面時に意識した方がいいことなどはありますか？何意識してんの？まず共通点を探すみたいな。話題の取っかかりがないと盛り上がりようがないんで、あとは僕はまあ待ちか攻めで言うと、なるべく僕から話題は振るようにしてますね。結構町の人って世の中多いじゃないですか。まあそうね、向こうが話しかけたら話すけど、向こうから来ない人って結構いるんで、でそれでこっちも待つと待ち待ちでシーンとなっちゃったら、もう話すことなくなっちゃうじゃないですか。人見知りなんであれば逆に攻める側の方がいいかなと思うので、まあこっちからなるべくきっかけをあれしてって、相手が話したい話題が見つかったら今度聞く側に回るみたいな、なんかそんなことが多いのかなと。大地さんの方が初対面強くないですか？俺？大地さんめちゃくちゃ初対面強いですよね。初対面、特にそのクライアントさんとか、ちょっとかしこまった人たちとよくそんな短期間で仲良くなるなっていつも思いますよ。これは何なんだろうな。これもね、場数があるんですよ。やっぱりまず何がベースになってるかっていうと、若い頃に対面の営業を結構場数やってるんですよね。であれは、そう、そこもそうだし、でその後のその企業前の研修とかもそうだけど、だけどそこはかなり現場で鍛えられてるっていうのはまず前提としてあると思うんですよ。で 今意識してることっていうのは、身なりとかね、もちろんそういうのもそれなりには気をつけますけども、すごく今僕が意識してるのは、相手の人から好かれようとか気に入られようって思うと緊張しちゃうんですよ。あー、なるほど。緊張しちゃうし、たどたどしくなっちゃうので、僕のことをみんながみんな好きになるわけないじゃないですか。だからまず気に入られよう、好かれようとかっていう風に思うのをやめてるんですよ。なるほど。で、好きかどうか決めるのはもう向こうで、それが嫌いだって言うんだったらそれはしょうがない話なんで、だからそこをまず、それは相手が決めることだっていう風に思って堂々と接するっていう、ところがまず一つ、で、あともう一つは、普通に挨拶することと、名前をちゃんと覚えること、でもこんなとこなんですよ、実は。名前を覚える大切かもしれないですね。幼稚園とかの挨拶ですよ、あのこんにちはみたいなやつですよ、意外となんかペコってやったりとか、どうもみたいな感じでちゃんとやってないですよ、みんな。普通にあこんにちはっていうだけで、なんか向こうもあの感情を返してくれるんで、であの名前お伺いしていいですかって、お名前はそうなんですねって、もうそんなところです、本当に。なるほど。で、気に入られようとしてないので、なんだか下手に行くこともなければ、偉そうにすることもなければ、本当にこうフラットに行けるんで、打ち解けるのも早いんじゃないかなっていうふうに思ってます。人見知りの人は苦手意識があるから、場数が圧倒的に少ないから余計苦手意識がついてくるところありますよね。そうね、だからまずは本当に挨拶することと名前をちゃんと覚えるっていう、この2つだけで確かにだいぶ、で会話中に名前忘れないように名前を呼ぶようにすると出てきますもんね。漢字聞いたりね。そうですよね。漢字どうやって書くんですかとか、でこっちの名前伝えてみたいな。改めて名前を覚える大切ですね。でも意外と本当そんなところ、僕も意外とこう見えて人見知りなところありますから。名前、いや、ありますよ多分みんな。じゃそれを言い出したら全員そうだよ、あ、そっか、そうですね。それを言い出したら全員、初めての人と会うときは、それは多少緊張するし、それやっぱり、それはあるよ、それはみんな。まあそうですよね、確かに確かに。ただやっぱその中で、いつまでももじもじしてたってしょうがないんだからさ。確かに。だから営業の仕事っていいですよね。そういう意味では仕事でおのずと場数が踏めて、結局コミュニケーションって仕事だけじゃなくて人生全般めちゃくちゃ大切なスキルじゃないですか。あ、まあそうだね、それはね。オートマティックに身につくっていう意味では、僕も本当営業やってよかったなと思いますね。そうだね。いやだけどね、最初は大変ですよね。いやだよ、最初は。だってそれこそ初めての人も買うんだからさ、飛び込みでいぶかしい目で見られるじゃない、本当に怪しいんだこいつみたいなさ、だけどやっぱそれで最初 俺も売れない時なんかは、何か気に入られようとしてニコニコしたりデコデコしたり、そうすると余計怪しくなっちゃうじゃない。だからやっぱその時に自分のことはどう見られてもいいやというか、いかに堂々と行くかですよね。そう、もう第3のフィールドもめちゃくちゃ堂々と入ってきますからね全然関係ないのに堂々とね、めちゃくちゃ堂々と入ってて、呼びましたかみたいな、ね、あの呼ばれてきたんですけどみたいな、呼ばれてないけどね
でね、で向こうも何ですかって言ったら、うん、売るんかいみたいな、なんかそんな感じですよね。向こうがいらっしゃいませみたいなね、はいはいはい、うん、こっちも堂々としてるからね。でもそれやっぱりバカず踏んでたから、その時はもうすでに、ねうん、やっぱこう堂々と言って、はいうん、まず向こうに品定め、品定めしてくるから向こうは、はい、したいんだったらどうぞっていうね、うん、上から下までまあ見てくださいみたいな、はいはい、でも堂々と。昔よく会社の裏口から正門から行くと確実に受付の人に断られるから、裏口から入ってチラッと見て会釈するんですよね。そしたら向こうの人もとらって、でこっちからこういると何ですかって聞かれる、引くんですよね、はあ、で一個行くと何だろうと思ってってことことことか歩いてきて、ああ射程圏内に入ってから、あすいませんっつって、うん、雑貨屋なんですけれどっていうの、だいぶ前の話だよ、第3から教えてもらいました。だいぶ前の話だよ。しかもそれ裏口って言ったってね、そういう、そう社員なんとか通用口みたいなところ、まあ、まあよくないけどね、よくないけど、ああそうやって上司の人とね、そうそう直接直接対象が行っちゃって売れちゃったりするみたいな。そうね、一人買うとおなんかやってるよってたらみんな買ってくれるみたいな、まあまあ、まあね、よくないよそういうのはね。はい、そうですね、はい、20年前の話ですからね。20年前の話よ。うん、でも本当にその営業の経験っていうのは、うん、もちろん営業が強くなるっていうのもありますし、取引先とのお話もそうだし、人の育成もそうだし、面接採用もそうだし、仕事を通じて強くなれたっていうのはまあ、営業やってよかったなっていうのが、ね、改めて確かに研修としてはすごくいい研修だったなっていうふうに、うん、今だから思うわな。確かに、当時はもう思わなかったけど、はい、うん、で僕の場合はもうこれを得意技にしてるんですよ。地理得意で好きなんで、だいたい全国の市町村レベルで把握してるんですよ。それすごいですよね。最初共通項の話がない中で自分の地元のことをちゃんと知ってくれてるよっていうのって共通の話題にもなりやすいし、確かに信頼得やすいんですよね。特にマニアックな場所であればあるほど、うん、知ってるとなると、うん、えってなりますよね。そうそう、うん、で誠なんだっけ、どこだっけ。僕舞鶴です、京都。あ、そうだね、はい、舞鶴といえばね、はい、海上自衛隊のイージス艦が配備されてるよね。はい、されてます。はい、はい、とかどうでもいい話なんですけど、はい、でもすごいんですよ舞鶴のイージス艦が。イージス艦ってすごいんですけど、まあ、これ話したきりないんで、はい、うん、トレトレ市場みたいな、あります、あります、トレトレ市場。そういうのとか。でもそうすると、なんでしてるんですかみたいな話になって、まあ、話はできしやすくなる。確かに確かに、うん、まあ、それは僕の一つのフックです、本当に、うんうん、出身地から入るっていう、うん、それは別に何だっていいと思うんですよ。こいつ、ビックリマンシールの話とか同世代だったらですよね、うん、だいたい、あ、世代近いなと思ったらビックリマンとミニオンから話しますね。みたいなね、はいはい、うん、でもそれ多分ね、うん、だいぶ狭いと思う。だいぶ狭いです、だいぶ狭いです。前後5歳ぐらいしかないので。そうそうだよね。しかも男の人しか通用しない。はい、男の人しか通用しない。女の人の場合シルバニアファミリー。それお前は知らない、お前は知らないでしょ。妹が買ってました。あ、そういうこと。なんかそういうちょっと一つ得意分野みたいなのはありますけど、それはでも挨拶した名前を覚えてぐらいの後ですかね。そうですね。うん、